新世代のガキどもが、に対する読者の反応集。海賊王になるだと、笑わせんな。四皇の俺になれなかったんだ。お前らみたいに誰かに頼らないとこの海を生きてけねえガキどもがなれるわけねえだろ。お前らに俺が倒せんのか。俺はモンキー D ルフィーだぞ。闇落ちルフィー。これはモンキードフィー。仲間を失ったのかルフィー。この時空もしかしてゾロ死んでる？無理、お、か。そして、こうなると。こう言っときながら剣術も航海術も料理も嘘も医術も考古学も造船技術もそうだ技術も何も持ってなければいいなって。全部なくしたから一人で生きていけるようになったんでしょ？いっぱい勉強したんだろうな。剣術も航海術も料理も嘘も医術も考古学も造船技術もそうだ技術も、全部一人でできるまで。でもこの何でも一人でできるルフィより、かつて仲間に頼ったルフィの方が強かったら、複雑だけど趣がある。最後ルーキーに倒されるときに、海賊王に俺はなる。って言ってた頃の自分を思い出してそうな方のルフィ。めちゃめちゃ人気出そうなタイプのボスだな。これは仲間が全滅して四皇の肩書きだけ残り、何かあった未来、と似た性格になったルフィ。負けるときに仲間たちとの日々を思い出すやつじゃん。海賊王になるのに必須なのはロビンだから、死んだのロビンかな。笑いだけ常用してそう。もう笑う気力ないから、カイドウさんみたいに笑いだけ決めてニカになって戦うやつか。生きてた頃のチョッパー。もうやめろ、ルフィ。いくら笑いだけ食べても毒の抗体で全く効かないんだぞ。笑いだけなのに笑えねえとかこれいかに。ルフィの兄貴を倒してオラたちが海賊王になるでやんす。実は生き残ってたトラオがルーキーをここまで導いてて、死ぬ直前のルフィに。ゆっくり休め。そんで起きたら、またあいつらと冒険に行こう。麦わらや。って締めるんだよね。戦う時はルーキー側に協力してるかも。理由は、亡くなった戦意の代わりに心を治療したいみたいな。速報、トラオ、麦わら海賊団の仲間に。このルフィを倒した後にここヤシ村の魚人からかつての勇姿を聞かされるんだよね。ルーキーどもが、俺にギアセカンドまで出させたことは褒めてやるが、それじゃあ海賊王なんて無理に決まってるだろうが。こういう闇落ちルートは上質な二次創作で読みたい。クロコダイルみたいになってるな。心の中では夢は海賊王なんだろ。一度とどめさせたと思ったら手配書の最終形態ニカで復活してくんの怖すぎんか。これは最終章手前のボスだわ。インフレの天井は多分この章。どこかで言われてたけど通常、ギアセカンド、ギアサード、ギアフォース、ギアフィフスって、手応え感じるたびに相手が強化されるのめちゃくちゃ嫌だ。しかも通常体ですら上積みの武装色と未来史と覇王まとい使ってくるというね。ナメック星編のフリーザみてえなやつだな。こうしてみると。カイドウみたいに必殺技たくさん叩き込んで効いたかと思ったら体から蒸気が吹き出して、ギアセカンド、ジェットピストルってワンパンしてくるのか。麦わらに憧れたかつての少年少女たちが四皇麦わらに挑む熱い展開来るな。麦わら帽子かぶった魚人のクルーがいるのか。ドレスローザやウォーターセブンにもいるぞ。アラバスタも忘れちゃならん。ウォーターセブンは巨大な船の上にある海上都市になってるんだろうな。だけどギアフィフスまで使わせた相手には心から笑ってそう。まだこんなに骨のある奴がいたのかって感じで。ドフィーやモリアみたいに悪夢にうなされてるんだ。仲間が全滅した日が夢でずっとリフレインしてるんだよね。カイドウみたいな巨漢になったルフィか。見聞色鍛えてたらぶつかる拳から寂しい、悲しいっていう感情を読み取れるかも。この挑んできたルーキーはかつてルフィが仲間を失った時一緒に亡くしてしまった麦わら帽子をかぶってるんだ。それすらも腹立たしくて最初はバカにしながらぶちのめしてくるんだけど、ギアフィフスまで発動させた際にはニカ現象ではなく本心から楽しくて笑ってしまうんだ。ブルックだけが隣にいて、他の仲間はみんな死んだ世界線。墓守のブルックと四皇麦わらのルフィの二人だけか。いや、ブルックは墓守としてかつての仲間の墓が誰にも暴かれないように守ってるかもしれん。骨のきしむ音さえ立てず、鼻歌さえなくその島に無縁よに踏み入ったものを切り捨てる骸骨か。墓場の番人的な感じでその場から離れず鼻歌を歌っているブルックか。多分ルーキーたちが墓場に来たら。よほほほ、ここに人が来るなんて久しぶりですね。と喜んで、ルフィがなんでああなったのかをルーキーたちに話して。どうかお願いします。あの人をどうか止めて。いや、終わらせてください。と懇願するポジションになってそう。倒された後は穏やかな声で。その帽子、
なくすんじゃねえぞ。大切な帽子なんだ。いつか立派な海賊になって。そしたら、出手がパタンと落ちる。これパラレルルフィが今の時空に来ましたってすれば、映画あたりでできそう。他の仲間たちが絶対に海賊王になれよルフィ。出たくして死んでいったから自殺もできずにただ鍛えるしかできなかった世界線かな。そしてルフィ含めた一味の墓の前で静かにバイオリンを弾くブルック。体が粉々の状態で何もできないからルーキーにルフィ討伐を任せた気がするけど。この世界のブルックは多分戦いが終わったらルーキーの一味に入るんだろうな。ルフィを含めた麦わら一味全員を弔った後に。仁義と約束を重んじるブルックならルフィ以外を船長と仰ぐことはなさそう。一度死んだ命だからこそ第二の人生はルフィに捧げる覚悟だったはず。バルトロメオが言ってた生意気なガキか。昔のルフィ先輩みてえなこと言ってたっていう。コビーとか含めて友達みんな失ってしまったっぽいな。いるのは部下だけ。全部一人でやるしふざけないルフィ。この姿で戦うのはカイドウ以来だ。跳ね上がれ心臓の音。ってなってギアフィフスになるルフィ概念ですか。一人になったのにまだ四校の座に座ってるのは、麦わら大船団が勝手に周りに集まって勝手に子分してるからかもしれない。周りが、勝手に、やってることだから親分は止めれなくて放ってるし、周りも、勝手に、親分に喧嘩を売りに来る奴らと戦ってるのかも。ゲンナンバー2。調子に飲んなべ、ルフィ船長こそ海賊王になるお方たべ。ルフィも倒された後にブルック一人だけ残されるの、ルーキー一味に加わったとしても、悲しいから、限界が来て安らかに眠ってほしい。読みろお先に行ってるはずのルフィが立ちすくんでるから引っ張ってって。アリッヒの仲間とサニーの幻覚見ながら死ぬんでしょ？しんど。ルフィ自体がギアセカンド、6式、ギアサード、巨人の力、ギアフォース、覇気、未来史、ギアフィフス、覚醒、と旅の中で得た経験値を自分に加算して強化形態増やしていくタイプだから、生きる教科書なんだよな。戦いを挑んだルーキーが戦いの中で第二のルフィになる。完全に友達がいない世界の方が闇落ちに納得感出るけど、それはそれで海軍元帥やってるコビーみたいです。または仲間を失った過程でルフィが世界の基盤をぶっ壊して、新たな秩序を積み上げてる最中のコビーとか。挑んできたルーキーが動けなくなったら生死確認せずに立ち去ってそう。これは心の声が書かれちゃうルフィ。書かれないで回想と表情だけで語ってほしい。チョッパーの片身のランブルボールで怪物形態も美味しい展開。ゾーンだからな。ギアフィフス前にこれで終わりだルーキーども。って一つだけ残ってたランブルボールかじって暴走形態になってほしい。それをやっと倒したと思ったらドンドッとっと。宴は嫌いそうだな。一人で酒を飲むんだ。主人公チーム複数相手でも優位に立ち回るけど、狙撃手の狙いすました一撃で形勢逆転するやつ。その一撃を受けた瞬間、あ、っていろんなものがフラッシュバックし、その隙にルーキーによる渾身の一発を食らっちまうんだ。ルフィ、こんな、ルーキーのガキどもに、俺は、四校だぞ。ルーキー、それがどうした、俺は、いつの日かの麦わらの青年、俺は、ルフィ、ルーキー、海賊王になる男だ。ドン。最後の最後に悲しみ乗り越えてギアフィフス発動で、互いに心から戦いを楽しんだ末にルーキーに敗れたら展開として綺麗すぎる。何回かルフィに負けて成長したんだろうな。所詮はルーキーの大技何発も食らった後に普通に立ち上がって、技でも何でもないただのパンチ一発でのした後に、何の王になるって、小僧。ルーキーにバネバネの身を渡したいところ。ルーキーに覇気の基礎を教えたのがベラミー、ことあるごとに、俺の憧れた男はこんなもんじゃなかった、とつぶやいていた、狩猟中に何度も見たベラミーのバネバネ戦法からルフィ攻略の糸口をつかむルーキーが、俺の憧れた男はこんなもんじゃなかった、と啖呵を切る、そんな因果が回る展開が見てえ。政府に喧嘩を売りすぎたツケで仲間を失ったルフィが今でこそ順風満帆に見えるけど、自分と同じ末路をたどりそうな無鉄砲なルーキーを怒鳴りつけるんだよね。ルフィ、俺はこれまでムカつく奴を散々ぶっ飛ばしてきた。今は少し、あいつらの言ってたことがわかる気がするよ。個人的にはブルックだけラブーンのところにいてほしい。クロッカスさん、このノリでルーキーたち送り出して、最後にルフィ船長ってつぶやいてほしい。ブルック、よしなさい、死人が出ますよ。ルーキー、ん？へえ、誰が死ぬって？ブルック、私です。ルーキー、お前かよ。ブルック、
もう死んでるんですけどね。よほほほ。ルーキー、やかましいわ。これからグランドラインだ。って時にバカでかいクジラ、麦わら海賊気模様、と喋る骸骨がいるとか雰囲気あるな。主人公の身はメラメラの身なんだよね。配下のマグマグを破ってきてメラメラの火力じゃありえねえだろ、と思ってたら相対した時に二人分の火力が乗ってることに気づくやつ。エース、サゴ、なんでお前らがそっちにいるんだよ。うわー。各地に残る麦わら帽子の英雄譚を集めると謎の四皇を倒すヒントになるやつ。世界政府から最も恐れられる海賊来たな。仲間全員目の前でぐちゃぐちゃに殺されて、自分だけ熊に飛ばされてエース助けられなかったらこのルートになりそう。闇落ちるフィーはヘラヘラ笑ってしまうギアフィフスは封印してそう。ルーキーに敗れて吹っ切れた再登場時にギアフィフス解禁して周囲をビビらせそう。ルーキーに三船長みたいな奴らがいたらメラメラ、バネバネ、メロメロあたりを食べててほしい。鼻鼻出てきたら意地でも奪い取りそう。ルフィ以外で生きてそうなの、ウソップかゾロかな。イーストブルー組は全滅してそう。戦闘中にゾロの剣、クリマタクト、カブト使ってきそうだな。本来の威力や精度と比べたらカスみたいな威力や精度で。ザコには十分なやつ。四皇幹部クラス以外は、ギアセカンドとこれだけで倒せそう。どんどん成長するルーキーに対し、どんどんギアを上げてくるフィーは好きすぎる。でもギアフィフスを開けたらずっと笑いっぱなしになるから、使わないせいで負けちゃうんだよね。常にギアフォースみたいな姿維持してそう。悲しみが刻まれすぎて楽しくなってしまうギアフィフスになるのを拒否してるルフィか。ギアフィフスで泣きながら笑ってるのもあり、スマイル食った人たちのように。難しいかもしれないけど最後には自分をぶっ飛ばしたルーキーと宴やってほしいな。そこで心から笑ってもう一度海賊王を目指してほしい。旗のおっちゃんことベラミーにルーキーは小さい頃助けられてて、ベラミー作のジョリー・ロジャー背負って海賊王を目指すんだよな。おっちゃんの旗をラフテルに掲げるんだって。手配書もニカの姿になってしまい、異名も、麦わら、から変更されて麦わらイコールルフィだと誰も知らない時代、ルフィのことは知らないけど、麦わらに救われた島出身者たちばかりのルーキー海賊団。麦わら帽子は、お前なんかが、ヘラヘラ笑ってかぶっていい帽子なんかじゃないんだぞ。シャンクスのことをどう知っていうなかん。ゾロが最初にルフィかばって死んでそう、そのせいでやめられなくなってそう。ルフィ、こいつ、筋線一つ一つを、バネ、に。ルーキー、お前の破壊力の秘密は、張力。ゴムにできてバネにできないことは、ねえ。ギアフィフスすら使えないほど疲弊したルフィと、もうとっくにボロボロになったルーキーがお互いに名乗って、海賊王になる男だ、ドン。って宣言するコマは良かったよね。四皇ルフィ、俺にも、仲間がいたよ。このルーキーは本当のゴムゴムの実を食べてそう。四皇ルフィ、俺の力はお前の上位互換だ。ゴムにはこれはできねえだろう。ギアフォース、スネークマン。雑にまとめると、クソ強い。海賊王には慣れていない、四皇として長く新世界に君臨している、世界政府から最も危険視されている、仲間は全滅をはほとんど死亡、部下は腐るほどいる、死んだ仲間を悪夢に見続けている、仲間の最後の言葉に縛られている、一人で大体のことができる、いろんな武器を使うけど素手が一番強い、殴ると見聞色越しに、寂しい、悲しい、という感情が流れ込んでくる、ルーキーと因縁がある、笑いだけ常備して常に笑ってるおは全く笑わないのどちらか、宴が大嫌いで一人で飲み食いする、ダウンするたびにギアを上げてパワーアップしながら復活してくる。あの世に行ったら、大変だったろ四皇。って笑いながら言ってくるババアがいそう。二つ長髪の天敵になったルフィ。世間からは今までの所要から、最もイカれた海賊、だとか、最強生物、だとか言われてるんだよね。いろいろな通り名があるけど、決して麦わらとは呼称されない。いろんな二つ名で呼ばれてるけど自称してるのは何一つなさそう。白ひげみたいに縄張りはたくさんあるものの、特に定期的な要求はないけど不定期にいろんなとこ訪れて肉とかもらってるかもしんない。いろんなところ訪れるときは手配書とは似ても似つかない覇気のない様子だから、誰にもルフィだと気づかれないんだよね。いいですよね、あれだけ好きだった、自由、から最もかけ離れた死者の思いにがんじがらめの四皇。誰よりも自由な海賊王にはなれないくせに、誰よりも不自由な海の皇帝になってしまったのか。
四皇としての仕事でストレスが限界を超えたら、わざとしぼんで別人として参加の街に繰り出して羽目を外してアホほどの見食いするんだ。その時だけはちょっとだけ昔みたいに笑うんだ。この世界線のロメオはどうしてるだろうな。キャベツと一緒に幹部レベルになってたりして。ルフィさんこそ海賊王になるお方だべ。って言ってるけど、ルフィが虚無なの理解してるし、自分自身が憧れた麦わらの一味が消滅してるからほぼから元気のイメージ。ルフィと戦う前の主人公に負けて、あの人を止めてくれって頼むポジションじゃん。主人公が挑む理由できちゃったな。かつての仲間を失って手元に残ったのは嫁もしないポーネグリフだけ。誰かに頼らなきゃいけない自分のまま、誰かに頼ることもできないほどの強さを持ってしまったかつての夢追い人。ルーキー、ニカじゃねえ。俺は、麦わらのルフィ、と戦いに来たんだ。ドン。仲間がいなくなっても勢力広げた大戦団の上で四皇として君臨するんだけど、バルトロメオはかつてのルフィ先輩の面影がなくなったのを分かった上でルフィ先輩のために動き続けるんだ。でもついにルフィ先輩が敗れた時に仲間たちのことを思い出すところで、かつての姿にいろんな思いが込み上げてきて、バルトロメオらしくなく静かにそっと泣いて、ルフィ先輩倒した奴をそっと見守るようになるんだ。全てが終わった後、オダッチがいつも各章終わりポエムと共に昔の姿になって仲間と再会するルフィもいいが、俺としては、よほほほう、よほほほう、と大きなクジラと共に双子岬の音楽家がバイオリンを奏でて仲間の魂を見送るシーンが見たい。それぞれの仲間のバッドエンド、ゾロ、ミホークと世界一の剣豪の座の決闘で死亡、ナミ、ルフィが守りきれず死亡、ウソップ、勇敢な海の戦士として戦死、サンジ、改造化が進み心のない怪物化、チョッパー、仲間を助けられず心が病んだ医者、ロビン、世界政府のエージェントにより暗殺、フランキー、力を求めすぎて改造しすぎて人型を捨てる、ブルック、戦線離脱してラブーンの元に、ジンベイ、自分の海賊団に戻る。四皇麦わら大戦団の本戦である巨大戦艦が、実はかつての仲間の慣れの果てなんだよね。フランキーだけシュール的な怖さだな。ゾロはルフィかばって真っ先に死んで、サンジとジンベイはしんがりに残ってルフィの知らないところで死んでそう。ゾロの次は多分波で、最後にルフィの前で死んだのはウソップ。この手のスレが増えたのはこういうことなんだろうな。ルーキーとルフィの戦いを見守るブルックが、ルフィが身につけてる仲間の遺品が戦いの余波で壊れるたびに、カルテット、トリオ、デュエット、とかカウントダウンしていって、最後に、ソロ、になるんだよね。海溝、海の唯一艇、世界最強の男、神の天敵、無冠の覇者、日食の海賊船団総督、モンキー D ルフィ、懸賞金、56億千万ベリー。彼を知る人間はこう語る、まるで海の、潮の満ち引きのように、今の彼と栄光を伺い知ることはできない。きっとはあのルフィに対して挑み続けてそうよな。ルフィは何度挑んでも売れないし、隣にキラーがいるきっと羨んでそう。俺が殺したかったあいつはもういねえが、それでもあいつを殺すのは俺だ、ガキどもは引っ込んでろ。って感じで参戦するキッドとか？この世界のキッドは義足とか眼帯つけてそう。この世界線のコビーは何してんだよ。仲間だけでなく友達も死んでるのでコビーも死んでるってのと、減衰になってるってのがあったな。かつての、麦わらのルフィ、を知らない海兵に。あれ、はもう変わってしまった。あの男こそ世界を滅ぼす力を持っているんだ。と淡々と話すけどルフィ敗北プラス死亡の速報が入った時に。言ってしまったんですね。と涙を流す減衰コビー。この時代になってもまだ生きてるドクタークレハ。劇場版ワンピース、フィルム、イフ、みたいな感じで平行世界からやってきて原作ルフィと対峙してほしい。麦わら帽子もかぶってなくて声も田中真由美からおっさん声に変わってる謎の四皇と戦い、バトルの終盤でその男がかつての、麦わらのルフィ、だと気づくやつ。Z のラストみたいな感じで、水底のメリーゴーで死んだ仲間と再会して再び航海に出るシーンを挿入されたら絶対泣く。クレハは闇落ちしたルフィに対しても、よーくそガキ、ハッピーかい？って言ってくれるイメージあるわ。笑いだけでいつもバカにしたように笑っているが、戦闘が長引くにつれて効果も切れていって、本気になり全く笑わなくなった四皇ルフィが出てくる。多分このルフィの海賊団では仲間殺し NG だし、仇に手出したら即刻死だろうな。スピンオフでルフィの過去を丹念に連載されるやつ。
四皇になって目標をなくし、また俺は強さを求めた。守りたかったものはもう何一つ残ってないというのに、仲間を失った海で生きたかったわけでもないくせに、何十年も無意味な地位に居座った。なんとも、まあ、滑稽で、惨めな話だ。三時の飯が食べたいのに三時はもういないから本人の残したレシピを参考に自炊を始めるルフィ。どんなに失敗しても残さず食べる。上達して人に出せるレベルになっても。美味しくねえ。三時の味にならねえ。三時の飯が食えてえ。ってなる。多分普段の姿は背中にかつての仲間の武器を背負ったナイトメアルフィみたいな外見になってる。通常戦闘だと剣術も狙撃もしてくるけど、ガチでやるなら全部置いて素手になる。必殺技に仲間の技名入れてそう。海道線の雷掴む技はサンダーボルトテンポになる。おにぎり、腕をクロスしてしならせて衝撃波を打つ。サンダーボルトテンポ、道場、鉛星、指をパチンコの要領で引っ張って衝撃波を打つ。パーティーテーブルキックコース、ゴムゴムのムチの回転板、アームポイント、上半身を局所的にギアサードを発動、ドスフルールクラッチ、伸ばした腕で関節技、ストロングライト、打つと同時に右手にギアサードを局所的に発動するパンチ、ガバットボンナバン、素早い踏み込みと指突き、海流一本背負い、ニカの力を併用してゴム化した地面を投げる。相手メインの必殺技じゃないのでやりそう。ルーキーたちとの初戦ではルーキーたち全員をそれぞれの得意分野に合わせて叩きのめすんだよね。ゾロやグルック以下の剣術、サンジ以下の蹴り技、ウソップ以下の狙撃、ナミ以下の天候操作、ロビン以下の関節技、フランキー以下の兵器、ジンベイ以下の魚人柔術で、薬を使った絡めても元々の毒耐性とチョッパー以下の医学で即対処されるんだ。救世主麦わらに憧れつつも、麦わらイコールルフィとは知らないルーキーたちと、ルーキー海賊団の旗を作ってくれる気のいいベラミーおじさん、なお海賊機のオーダーに、麦わら、が入ってちょっと曇る。四皇ルフィが敗れた後でドクタークレハがチョッパーの墓に報告するシーンは良かった。かつてルフィが口にした言葉、それがルフィに救われた人によって、が回り回って、ルフィを突き刺す言葉になるのがたまらなく好きなんだ。よく考えたらロビンがいなきゃポーネグリフが揃っててもラフテルいけないんだよな。レベッカの子孫にさ、私の国を救った英雄は、あなたと同じ、体が伸びる能力の方だったというのが国の昔話として伝わっています。きっとあなたのゴムゴムの能力の前任の人だったのでしょう。とか言われたらルフィどんな反応するかな。俺がその、英雄ルーシーだって言ったら、お前はどうする？我がドレスローザの英雄、ルーシーを侮辱するな。みたいな展開になりそう。レベッカの子孫とか見聞色モリモリのめちゃ強剣士になってそう。アラバスタ王族だけは麦わらイコール四皇ルフィをビビ女王から聞いて知ってて、悲痛な表情してやりとり見てるとなおいい。もちもちのルーキーに、お前にできて俺にできないことはないって言ってほしい。それでルーキーはもちがゴムに負けるか、って返すの。白ひげはことして去って言ったカタクリ。ルフィ、言ったか、カタクリ。それぞれの憧れ、麦わら、ルーシー、ジョイボーイ、が実は同じだった話。ブルック、ルーキーの皆さん、ありがとうございました。四皇を、ルフィさんを救っていただいて、ブルックはルフィの最後を見とる役割になってほしい。そんでルフィや先に行った仲間たちへ鎮魂歌を演奏して、戦場から離れていくルーキーたちまでに演奏が聞こえるんだけど、途中で演奏が止まって、ああ、あの人も仲間の元へ、と察する。このルフィは、ルーキーに倒された後はそのまま海に落下して生死不明エンドがいい。海に落ちそうになる時に、メリーが助けに来てくれたことを思い出すんだよね。そこから沈みながら仲間たちのこと冒険のことを思い出し沈んでいき海底を見て、真っ暗だな。と目を閉じかけた時に真っ暗闇からメリー号が現れて、ルフィを乗せてぐんぐん登っていき、登るにつれルフィの姿が若返っていき海賊王を目指してた姿になったら仲間たちと再会する。今度は何を目指す？ってゾロの問いと答えようとするルフィで終わる四皇ルフィ編。ウィーアーカメモリーズのオルゴールバージョンがバックで流れるやつ。作中 BGM は通常のウィーアーで、ただし一番ラストのウィーのところでブチって曲途切れて、ルーキーサイドかエンディングに行く。エンディングがオルゴールバージョン。エンディングは色鉛筆風の画でアリシヒの麦わら海賊団の日常が書かれてるやつ。真っ暗だ。かつて自分と同じ夢を言い放った青年に、敗れた四皇の一角が、暗い海へと沈んでいく。が、いだ、な、なんだ。まだそこにはほど遠いというのに、その体は何かにぶつかって、沈むのを強制停止される。
なんだここ?看板か?見るとそこは木板が綺麗に並べられた看板の上であった。なんか、見覚えが。決して珍しい光景ではない、ありふれた船の上なのだが、何か見覚えがあった。すると暗闇の中がさらに見えるようになり、船首が現れてくる。へ?嘘だろ。メリー。羊を模したそれは、紛れもなく自分がかつて乗っていた船、一番最初にいなくなってしまった大事な仲間、ゴーイングメリー号の上にいた。どうしてメリーが?だってあの時。よう、どうしたんだルフィ?ん。海の底へと見送った仲間が、かつてと変わらない姿で驚く暇もなく、今度は懐かしい声で突然名前を呼ばれる。ゾロ?振り返ればそこには、一番最初の仲間にして、相棒とも言える三本の刀を携えし剣士が変わらない不敵で悪そうな顔で笑っていた。なんでだ、だってゾロは死んで、もういないはずの人間まで出てきて、よりわけがわからなくなるが。あ、何言ってんだおい、寝ぼけてんのか?まったく、船長がそんなんじゃ先が思いやられるわね。何?さらにはオレンジ髪の航海士の少女まで現れ。おうおう、そんなんじゃいよいよ、船長交代か?ルフィ、何を言ってんだか。おいルフィ、腹減ってボケてんなら何か作ってやろうか。ウソップ。サンジ、長鼻の狙撃手、金髪のコックまでもが現れ。大丈夫かルフィ?どこか悪いのか?それは一大事ね。船長に何かあったら一味存続の大問題ね。ジョッパー、ロビン。青鼻のシャベルトナカイ船へ、考古学。スーパー、まともに乗るのは初めてだが、いい船じゃねえかゴーイングメリー号。ああ、そうじゃな、これはソーダシュ街があるわい。半裸の鉄人船大工、ジンベエザメの魚人のソーダシュ。かつての仲間が続々現れる。時にお前ら、いつまでこんな暗いところにいなきゃいけないんだろうな。不意に剣士が、唐突に話し始める。確かに、もう待ってる必要もないしね。お、じゃいよいよか。まったく、ようやくか。こんなところじゃせっかくの料理も味一段落ちちまう。俺も、久々にお日様が見たい。せっかくの読書なら、日の当たるところでしたいわね。おうおう、なら早く行こうぜ。わしはいつでも準備オッケーぜ。状況がわからないまま、勝手に話が進んでいく。そして、つうわけで、ほら船長。へ?不意に話を振られて、戸惑うが。忘れたのかよ、お前が俺たちの船長だろ。指示してくれよキャプテン。そう言っていつの間にか、懐かしい麦わら帽子が手渡される。ああ、そっか。その瞬間、なんとなく全てを察し、思わず涙が溢れそうになるのを、長い間待たせてしまった仲間にそんな顔を見せるわけにはいかないと、不敵な笑みで覆い尽くした。それはかつての、生意気で子供のように、夢に満ちていた笑顔によく似ていた。野郎どもを、揚げかじいっぱいだー。その号令ともに、船は上へと上がっていく。船長はお気に入りの船首へと登ると、その姿が徐々に変わっていく。年はどんどん若返り、格好は半ズボンに赤い半袖と、そしてシンボルマークの麦わらの帽子をかぶる。そして船は、暗い中から明るい海上へと飛び出した。出航だー。なおもその船は、海の上ではなくその上へと航海をする。もう止まることはなく、かつて自由で気ままな海賊たちの姿が、そこにはあった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。